オンです。あなた誰ですか？コスモスです。はい、お願いします。今朝の10時半なんですけれども、はい、早いです。ちょっと朝ごはんで、はい、かっぱ寿司に行きます。イエーイ。かっぱ寿司、はい、朝ごはんなんかやってるんですか？かっぱ寿司食べに行くだけです。まあいいですよ別に、はい、最近ねサイゼ行ったりね、うん、陸の行ったりとかっていうのはそういうチェーン店巡りとか、はい、まあ、居酒屋田んぼなんですけど。居酒屋じゃないです絶対。居酒屋田んぼは居酒屋田んぼで別なんで、それ一緒にしないでください。お願いします。そうですか、はい、というわけで、うん、今日は朝からかっぱ寿司に行って食べていこうかなっていう企画でございます。昼からでもよかったけどね。いや朝がいいんですよ、朝ごはん食べたくて。ちょっと寝たいわ、最近もう夜が遅すぎて。遅い言うても遅いのレベルが違うじゃないですか。最近の一番遅いって言ったら3時解散とか。3時半やん。3時半か。ああ最近その流れが多すぎてちょっと無理やな、うん、朝。確かに頑張ってますからね。パン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 。いやもう出てへんもん、パンパンもほら。まあ、でも確かにちょっと顔むくんでる気がする。むくみすぎてるよ、うん。とりあえずかっぱ寿司行きましょうか。それではレッツゴー。リュック落ちた。はい、ということでカップ寿司に着きました。行きましょう。受付機からいらっしゃいませ、お選びください。一番奥の席に座らせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、今日はいや、よっしゃじゃなくて食べるものがあるんですよ。寿司に食べに来たんじゃないから今日。茶碗蒸しやな。違うよ。え、かっぱ寿司でアサイが食べれるらしいんですよ、うん、なので今日アサイを食べに来ました朝から。いらんな。いやいや、いらんやじゃなくて、ちょっとじゃあタッチパネル、あ、これです、これです。今日はこのアサイボールなんで、いっぱいありますね種類。で、私はアサイボールはあの蜂蜜をかけて食べるのが好きなんですよ、うん、どれいきますか？いや、いかんよ。だからいやいや、アサイ食べて終わりやから今日。ちょ、ほんまに、ちょ、嫌やな、それ。寿司なんか食べへんから。朝ごはん、朝から寿司なんか食べへんやろ。誰が食べへん。もうこれ言わん約束やと思うねんけどさ、前回さ、俺、ビクドンのさ、ハンバーグ食べれてないやんか。言わん約束やと思うねんけど、食べれてないやんか。そうなんですか。あの、食べれてないねんけど、今日はちょ、寿司食べたいわ、さすがに。いやいや、朝いい食べに来たから。きつない、マジで。同じ蜂蜜がけがいいけど、あんたも蜂蜜お願いしますか。なんで2つ同じの頼むねん。分かってないんか、こういう撮影を。な、別のもん頼めよ。蜂蜜なしがいいんですか。あ、いいですよ、それで。あ、一旦これでいきますね。はい、それでいってください。あなた蜂蜜…蜂蜜やわ。アサイ食べたことないですよね。ないね。初めてちゃいます。ちゃんとしたやつはほんまにないんで。ちゃんとしてないけどね。アサイボール屋さんのアサイとやっぱ全然ちゃうんですよ。わからんやん、まだ食べてないから。これアイスな見た目じゃないですか。わからんから一回食べてみましょう、それはね。はい、お水入れに行ってくれた隙に茶碗蒸しだけ頼みますわ。さすがにきつすぎるから、普通の茶碗蒸し一本買っちゃいましょう。よし、来た。そんな容器ちょっと持ってくれません。何やねん、何してんの。どれをやねん、むちゃくちゃしすぎやで。それいっぱいお水飲むかなと思って。今せやけど、ありがとうございます。あ、どういたしまして。はい、乾杯。茶碗蒸し、え、ちょっと待って、注文の商品がまもなく到着いたします。え、あんたかい。いや、もう、え、テレパシーかな。おい、あぶねー。あ、ごめん、あかん言ったやないかい。テレパシーや。今日はアサイボールって言いましたよね。いただきます。おい、ね、私ね、あのね、回転寿司来たらね、茶碗蒸しをね、2つ3つ食べるんですよ、必ず。何食べてんねん、ほんまに。いただきます。あ、来た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 。はい、あ、おお、あ、すごいね。バナナ乗って欲しかったな。これがアサイですか。そうですね、まず蜂蜜なしから行ってもらって。いただきます、アサイ。美味しいね。おお、アサってこういうのいいね。ああ、いいですか、うん、ちょっと蜂蜜ありの方も食べてもらって、うん、蜂蜜しっかりつけてもらってね。ついてるよ、しっかりね。俺別に蜂蜜いらんから。あ、マジですか、うん、いや、これ普通になんか朝ごはんとしていいな。うん、ちょっとあなたじゃあ知ってるんやろ味をね。あ、まあまあ、食べてみてください。あ、ありがとうございます。じゃあまず蜂蜜ありですね、私も、うん、いただきます。どうですか、これ浅い感はあるんですか。なしの方に食べていいですか。どうぞ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 。蜂蜜強すぎて、うん、で、一回蜂蜜消していいですか。そう、もういいやねん、こいつも。
俺今何を考えてるか分かる俺。分かんない。早よ俺チャームシ食べたいね。確かにアサイの味はする。だけどアサイっていう感じではないんこれは。いやアサイって感じやけど、完全アイスですね。アサイアイスって感じやねんな。うん、なるほど。確かに、これは蜂蜜なしの方がいい。グラノーラに蜂蜜かかってるじゃないですか。かかってるとか入ってる。なんかグラノーラ自体が蜂蜜の役割してくれてるから、確かに蜂蜜なしの方が美味しいですね。これ普通に美味しいよ。うん。ブーとか言うてる。ブーとか言うてる。なんで？口からへこいてるやん。でもあれね、バナナついててほしいですね。ちょっと値段高くでもいいから。うん、美味しいねでもね。うん、俺グラノーラが好きなんかも。ああ。前回もグラノーラ食うてうまいうまいとったやん。ああ、あれグラノーラ、ウーバーのね、うん、この動画見てもらったら分かるんですけど、うん、そこでね、あのウーバーの闇の浅いを頼んだっていう。グラノーラ買おうかな普通に。グラノーラが好きやわ。うん。やっとチャンスしたいもん。あかんねんけどな。これが一番うまい。お前ルールとしてあかんねんけどな。聞いてないわ。今トイレ行きはったんでサプライズで物頼んであげたいと思います。今あのこの2種類しか食べてないんで一旦これとこれ行って、おっさん寿司食べたいって言ってたんでこれこれ。オッケー、寿司食べたいって言ってたでしょ、うん、追加で頼んであげましたよ寿司。自分頼みたいね。いやここはあハルピのセンスいいなってのを見せたいというか。大丈夫そんなハードル上げて何か買ってきてとか、なんかセンスでって言って正解やったこと一回もないけど大丈夫。一回も言い過ぎでしょ。一回もやな。プライベートではそんなことないでしょ。プライベートでやん。一回もない。大体何してるんって言って何やったらちょっとイラッとするぐらいのことしてる。やばいすごい、もうお客さんめっちゃ入ってきてる。えすごっ、映されへんけど最初私たちで2組目やったのにめちゃめちゃ入ってる。いつの間にか横にも入ってきちゃいますよ。そうなったらもう終わりです。終わりないはい。何やったのな。あ違うやん。何回これスルーするの。そろそろかなと思って私もスタンバイしてるんですよ。意外とまだですね。横に人が来ました。あ、さん違うやん。その辺の席から見えないように彼はこうやってねこっちに顔を向けて顔を隠してるんです。万が一視聴者だったらね恥ずかしいので。これ大きいな。うっとうしいな。カメラにちゃんと声が入るようにやってるんですよ。そっち近いから入るやろ。あ、こさんこさんこさん、あ、来たわ。ほんまにこれこれ。来た来た来た。間もなく到着いたします。じゃあ、ええよ、もう同じもんばっかり。はい、ということで、じゃあほんまに入れて、いちごパフェとアサイのパフェですね。いらいらいら。じゃあ、いちごパフェです。うまそうやけど。いただきます。うん、よう食べれるな。でも甘いもん2連ちゃんきついわ。うん、ちょほんまやばい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 。これで限定商品終わり。これいらんやん。2つも無理やで俺マジで。考えて頼めって。考えてますやん。考えていいやん新商品。いやだからこれとこれだけでええわそれやったら。まだこれいらんやろって。私の個人的だって、あなたチャーム食べましたよね。ああ私も好きなもん1個頼ませてください。違う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 。じゃあ食べてやこれ一緒に食べます。まずどっちからいきますか。いやもうこれはもう一緒やろ。ドリンク行くわ。混ぜるやつなんこれは。おお何これ。バニラアイスも入ってるの。うん、シェイクなんですよ。食べるもんじゃないんで汚いんでやめてもらっていいですか。飲んでください。いや美味しいよマジで。美味しいね。何個も同じ。あ、ごめんなさい。お前がいせる。私はイチゴで、こっさんはクリの方。笑けてきたわマジで。私もこれアレルギーやから食べられへんやん。こっさんはクリのパフェがいいかなと思って。違う違う、めっちゃスイーツ好きなやつ。もう笑けてきたわマジで。やめよこういうの。一旦私どんどん終わりです、はい、これな、これとこれ食べるから。あんたこれとこれ食べて。うまいよ。ほんまうまいんけど適量ってことは知ってる。
この量食うんやったら寿司食いたいね。ちょっと私も寿司食べたなって言って。いやじゃあもういいわもう。自分がやったこと後悔するのやめて。いやまあ残ってんねんめっちゃ。何をそんな無理して食う必要があんの。ほんまにいけると思ったんすよ。いけへんやろおい。ほんまにひどい。こんなんしてるから太るんじゃんマジで。これ動画になるじゃん。普段こんなんならないって。なんでわざわざやりたくないことやって自分から太りにかかるの。もったいないでせっかく頑張ってジム行ってんのに。昨日からガチダイエット開始してるんですよ。そうやろ。なんか制限ちゃんとしてってやってんのに今日の企画こんなんやったらマジで意味ないやん。 YouTuber って大変やん。恥ずかしいから大きい声で言うな。わざわざなんでそこだけちょっと声張ってん。気持ち悪い。気持ち悪いは言い過ぎやろ。気持ち悪いやろこんなことしてるの。胸悪いもん、まあ、単純にもこんなもう俺アサイーまだマシでさ。そうやろ。そうだから俺もちょっとこっちの方がカロリー高そうやから先行ってるって感じ。はい、ごちそうでした。ごちそうさまでした。あのマジで寿司何にも食うてないわ。でももう寿司すら食べられへんな。ほんま美味しかったですね。アサイ自体はちゃんと美味しかった。うん、よかったよかった。今日こんなにいっぱいスイーツばっかり食べたらちょっとさすがに胸焼けします。じゃあすいません、一旦ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。出ましょう。お金払ってくれてありがとうございます。何もお金払いちゃったっす。2800円。安いんか高いんかわからんな。確かに。これ買っていらんやろ。ほんまに寿司一回も食うてへんやん。ということでかっぱ寿司のアサイーボール食べました。アサイーは本当に美味しかったです。アサイーは本当に美味しかったというか、まあ、全然美味しいですけどね。うん、全部美味しい。うん、美味しいんですけど、まあ、全部っていうほど何も食べてないっていうね。うん、チャームシー非常に美味しかったですよ。栗のパフェも美味しかったですよ。イチゴも美味しかった。美味しかったですよ。あんなにまとめてそのパフェとかああいうの頼むもんじゃないから。いや今来てる。うん、いやそうなるね。何のチャレンジしてんねんって話になるから皆さんもね、食べ過ぎにはご注意ということで。誰が言うてんねんマジで。それではまた次回の動画でお会いしましょう。もうええわ。バイバーイ。どうしました。じゃあもう気持ち悪い。君があんな食わすからやろ。こんな俺も生クリーム系とか苦手やのに。大丈夫か。痛いの痛いの触るなよ。さあ痛ないねん。ほんで気持ち悪いね。痛いって。あ、君の頭が痛いからそれ飛ばせ。やれてね、おやすみ。おやすみちゃうわ。ねえへんわ今。今からやることあるやろ。ちょっと休憩ちょうだけや。